さあまずはウォーカーです。先頭の吉川セカンドゴロで抑えました。緩いボール3ボール1ストライクです。緩いボールを使ってきました。大体もうバッティングカウント打たらちょっと変化させてくるような、はい、もう何でもカウント取れるピッチャーなんでね。あ、そしてこれ、はい、各年のチェンジアップの平均速度なんですが、年々本当だゆっくり遅くなっているという数字ですよ ね。中村雄平のバッテリーです。あー、ここもチェンジアップを続けてきました。バッターボックス坂本、緩いボール打って左中間、打球が飛んでいるがセンター塩見快速飛ばして掴んでいます。ジャイアンツもチャンスを作りましたが、両チーム初回ゼロに終わっています。ランナーはスタート、緩いボール空振り三振、吉川は盗塁成功です。小川君クラスになるとこれフォアボールになってもいいわっていう感じで放ってくるんじゃな、投げてくるような感じしますけどもね。際どいところ、はい、甘いところにはいかないようにというところです。あ、ここでチェンジアップが来ましたが見てボールです。坂本君見切りましたね。ここでチェンジアップ来ましたね。今まで全くない配球ではありますよね。スワローズは伊藤智人投手コーチがマウンドに向かいました。これも振りたくなるところですけども、よく止まるわね。キャッチャーはもうよっしゃと思ったと思いますけどもね。キャッチャーからの映像でした、はい、村田さんが現役時代に見ていた光景と言ってもいいですね、はい、懐かしいです